検査の結果、同日本日ですね、サル痘の患者と確認されたことが東京都から報告がございました。チャット投げますので、はい、承知しました。手元に資料あるいは媒体であると思いますけれども、ワクチンや治療薬が有効という話が、本日都内在住で、発疹等の症状を示しサル痘への罹患が疑われた男性1名に関して検査の結果、同日本日ですね、サル痘の患者と確認されたことが東京都から報告がございました。これまで日本国内におきましてはサル痘の発生は確認されておらず、本事例は国内1例目のサル痘患者となります。30代男性、症状は発熱、発疹、頭痛、倦怠感でございます。医療機関受診日は7月25日、本日ですね。海外渡航歴は、ございます。欧州に渡航歴があるということでございます。それから、今回渡航先におきまして、その後サル痘と診断されたものとの接触歴がございます。患者の状態は安定してございます。現在都内医療機関において入院中でございます。サル痘に関しましては各国政府や WHO 専門家等とも連携しつつ、諸外国の感染状況を注視しながら情報収集に努めてまいります。